ってないシャベス、サントスが貨物脇で TT 直します。おお。じゃあコンパクシの話ですね。オレ視点は藤宮プテハシのどちらかが7個キルだと思うんだけど、合ってるから余計に明夜くん白いよね。すげえな。そっからバレずにキルし続けてるんだもんね。おう、ヘイ、カモン。7個頼むぜ、7個インポスターじゃないでお願いします。金庫で見ました、うん、金庫で見ましたね。ごめん、ちょっと君としてた誰を金庫で見た。高田さんです。はい、七子さんもメインで見てます。僕がメインからシャワー行くときに停電中、僕がシャワーに行ったんですが、でタオル助けやってるとき最後プテがメインから来てるからでがちょっと七子さんの方で怪しい。ごめん、これもね怪しい位置に入んねんけど、七子はアーカイブ脇で俺ずっとアーカイブにいます。ああそうなんだ、僕がメインに行くのを見てます。七子さんがメインに行くのを見てる。うん、あら、自分は七子さんとはすれ違ってなくて、確かにシャワータオルタスクをやっている藤宮を見てアーカイブの真ん中まで行って光ってないんで、まあ七子さんが行ってるのが合ってるんだったら除染室とかメイン左とかに抜けているかな。ちなみにアーカイブ脇で速攻で下降りてるから、シャワーメインだと思う。行ってもエレッキ行くまでにはタスクやってると思う。藤宮はいつ見たの。停電になったぐらいっす。で七子さんがメインに入っていくのが見えた。シャワーとメインですれ違ってる。これどっちの方が詰まります。高田さんの方が詰まるんだ、高田さんの方の情報私結構持ってるんで出し切っていいですか、うんうん、はい。ガミゲン高桃が金庫の中にいました、うん、停電前は、うんうん、はい、で私は桃高ガミが先に金庫が出ていったというふうに認識してます、うんうん、俺が先頭で出たんじゃないかな、うん、現時点では桃ガミのいずれか高田さんを切ってるように見えます現状。トータス、まあ、宿舎のボタン下なんですけど、はいはい、多分皆さんそこにおらんかったんで上からボタンを押してるはず。そこに高田さん来てねって割と宿舎下の方へ行った印象です。ガミさんは、ガミは、金庫出た後エンジン下ってって今エンジン下の弁当上あたりですね。で弁当タスクの途中でボタンです。剣士キルって一応ゲンさんも入りますあ、はい、私もちろん容疑者から大丈夫です、はい、だとしたら普通に7個キルの方がプテ君視点からその真ん中まで来て光ってなかったんだったら俺の白が出ると思うから、プテ君視点は、ハイブリさんってだって最終位置どこにいるか分かんなくない？アーカイブ。あとアルマは？僕キッチン脇で展望でダウンロードしているシェリフです。おお。サントス喋ってないシャベス、サントスが貨物脇で TT 直します。おお。じゃあオレ視点は藤宮プテハシのどちらかが7個キルだと思うんだけど。ちょっとボタン押します。自分はエレキのはしご下ぐらいで停電になってるんで七子さん本当に見てないから、うーん、エレキには来てないけど、はい、はい、ナイス、はい、ナイス、おプテ君、停電直しました。ナイス、はい、ナイス。初手キルのじゃあ七子さん側で考えたときに、ハイブリさんって最終位置を証明する人っているんですか。いや、いないと思う。真ん中よね、机まで来たんよね俺全部。アーカイブの本が全部上の段なの、最後だけ左の本、うん、7の方なので誰にも会ってない。7個の脇だけ。いや僕個人的にその藤宮が切った後にそのままシャワーのタオルタスクのとこでタオルタスクをやっている素振りをあんまり見せなさそうだと思ってたから、藤宮はあんまり疑ってないからシャワーからメインに行ったのが本当っぽいなと思ってたのよ。ハイブリさんが切ってるケースとしては、うん、まあ昇降機右からのメインベントとか、そ、ね、まあそもそもアーカイブにいないケース、その場合だったらアーカイブの扉とかの情報、あ、そうか、アーカイブにいないんだったら成り立たないけど、アーカイブにいたんだったらアーカイブの扉を俺は開けていないので、あ、でも初手やったら閉まってないかぐらいかな。ん？
結局七子さんは死んでるのはメインホールっぽいって感じなんですか？メインシャワーだと思う。シャワーは基本ないと思います。僕がメインに行くのを見てるんで。藤宮がせいならメインです。そうそうそう。藤宮くんが言ってることがそうだったらメインの方だから。で、少なくとも僕視点は、停電後にメインの真ん中から右に通っているので、メインその真ん中から右には死体がないです。だから女性の方が左か。直手が見えない範囲でエンジンに抜けてるケースもなくはない。エンジンには行けると思う。だって僕停電になったのがエレキの下だ、エレキのはしご下ぐらいだから。でもさ、ちょっと。初手のアーカイブ脇の人がエンジンまで走らないんじゃないと思っちゃうよ。さすがに。まあでも、アーカイブ湧いて速攻降りていったから、絶対シャワーかメインでタスクはしてると思う。どっちにせよ、ガミさんが両方関われそうな感じがする。エンジンまで来てればの話ですよね。トータスさんミーティングの方行ったんでしたか。メイヤーさんが上からボタンを押してるのが分かったから、メイヤーさんは絶対にしろ。原産地にどこまで死体がないだっけ、高田さんの死体がない。私は金庫の中なので、ずっと。あ、ずっと金庫ね。ああ、はい、だから高田さんが割とガミ原産なんか、藤宮君はあんま疑わないのがなんか不自然やなって思う。これは人だと思うけど、まあ一応確定させるのは危険だから、うん、釣りは怖いかなって。はあんまり。ゲンさんが金に残ってるなら、高田さんってどっかでタスクしないとゲンさん追いつけないから、遠紙が安定に見えるけど。プテハシさんなんですけ ですけどエンジンの弁当前でプテハシさんなんですが、プテハシさんが多分私が来たのでソックレポですね。あ、いや、じゃあ僕の方もちょっと話したいんだけど、アルマが立ち止まってたのよ。でアルマが立ち止まってて何してんのかなと思ったら、右からゲンさんが来て切ったんだよね。一応言ってプテハシさんのマットはないです。切った瞬間見てるので、うん、でさんの主張はもう目の前で切ったっていうこと。うん、あの普通に右からヒュンって来て行って、僕は目の前にいたから、多分僕はアルマさんの爆心には見えなかったです。あ、トータスさんって今どこまで行けてる？ミーティングのはしごを登り始めたところで、交通事故みたいな感じでしたよ。ドアは2つ開けた、下と右開けた。あ、じゃあプテって何やってたの？何やってたって何ですか？武器庫から俺コミュニケーションからさ、トータスさんが出て、その後にプテがすぐ後ろについてってるのを見たんだけど、トータスさんがエンジン宿舎ミーティングのはしご下、扉2枚開けていってる間にプテは何をしてたのかなと。あ、僕コックピットタスクやってますよ。ああ、なるほどね。俺プテ家になったゲンさんの方に今んとこ見えちゃう。なんマジで、はい、なんでしてるっていうのを目の前、プテさんの方が怪しいと思うけど、プテさんが怪しい、まあ、初手はそうだけど、いや目の前でそのメイヤーさん、ゲンさんが飛び込んできてリポートしたっていうのが、ゲンさんしてはどういう主張ですか？いや、私が、私の移動経路が、メインシャワーでタスクした後メインエンジンって言ってるんですね。でシャワーに、ブリスさんとガミさんを置いてきた形になります、はい、で、お肉があった位置はあの給油、エンジンの真ん中の給油ぐらいの位置で、私が走ってたり、レポートは光っていて肉も立っていたんですが、切ったモーションは見えなかったですね。立っている肉とプテさんが並んでいたという状態。僕は切ったモーションもがっつり見えてます。ゲンさんが右から来てピュンって切って左に抜けていって、僕はレポート連打しながら走ってたから、僕がレポート早かったっていう感じ。うわ、さんがプテさん見たどのタイミング？トータスさんとすれ違って1、2秒後ぐらいに後ろ。あ、だとしたらプテさんコックピット行ってないと思うけど、コックピット行くプテさんとすれ違ったから、リングフィットしてます。え、メイヤーさんが武器庫から下へ行ったじゃないですか。プテの方に人が集まると思うから、プテ釣ってオーダーないかな。あの、配置するしかないねこれね。そうね、書店はあったんでしょうがないと思います。ゲンさんが釣りに来てるから、まあ頑張って配置してほしいな。配置しましょう。メイヤーさんどっち入れる？プテに入れちゃってるけど、どっちも釣り切りたいとは思う。OK 頑張るか。うん、いやー、やられました。目線プテさんの動きがおかしい。おかしいっすよね。若干少なく感じちゃうよね。あ、もう切り返してる。絶対にメイヤーさんがそこで見てるんやったら。
ヌーンを、ヌーン、どっちや、ヌーンどっちや、エンジンとコミュの間で死んでました。で、多分もう一個死体があったのか、誰かがいてたのか、武器庫側のドアのところになんか人影が見えた気がする。まあ、待って。トタさんに入れます。以上です。トタさんに入れます。以上です。やったー！トタさんに入れます。トタさんに入れます。以上です。トタさんに入れます。以上です。やったー！やったー！やったー！ありがとうございますお二人。よかった。すごい、ありがとうございます。なんか全然ないのか。まあマジか。ナイスキル。いやっていうのいい。ナイスキル。いやうまかったよでもゲンさんのキルが。えこれ初手キルは。あ七個はガミが切ってます。なんかエンジンにいたので。エンジンにいたんだ。あのそのケースもあったね。タスクがあのゴミ箱だけだったからそれを終わらしてもうなんかボタンの方向かおうと思ってもうエンジンまで到達してますね。なるんだ。いや素晴らしい。これはなんで疑われちゃったのこれ。まあ根本的に僕はもうあの初手キルがフジプテのどっちかっぽいっていう風なあの感覚になってたので。基本フジミヤのが白っぽく考えてプテが怪しいなっていうのと、あと俺目線だとトータスプテの順ですれ違ってトータスさんがミーティングの下まで行けててプテがエンジンまでしか行けてないんだったら若干おかしいなっていうぐらいですかね、うん、その疑惑を作ってくださったのがハイブリさんなんですよね。あいやコックピット行ってないっていうのは何だったんだあれ。僕は行ってますねコックピット。だからまあまあそういうのはあると思う。なるほどね、まあ、うん。つきものよ。あ、もうそれで、すぐあのご主人様がタスクのあれで分かったから、うん、記録を揃えたし、あと待ちだ。よかった。いやー、どういうおさんが来た？参ったなぁ。あ、どうも。行きますかね。見てる。はい。お願いします。